誕生日に贈る言葉。6月30日生まれの強い感情を持つあなたに。キキ物語。6月30日生まれのあなた、お誕生日おめでとう。この日に生まれたあなたは強烈な感情を持っており、それが並外れた強さとなって現れています。この活動的な強さはほとんどの場合、自己表現を望む気持ちへとつながります。カニ座生まれの人らしく、あなたは想像力が豊かで、直感力に優れ、寛大な心を持っています。愛する人のためなら何でもしようと思っているあなたは、とても献身的な親となり、教師となり、友となるでしょう。しかし、自分を上手にコントロールし、感情に流されたり、気分が大きく変動したり、欲求不満になったりしないように注意が必要です。愛されたい、評価されたいという気持ちから、あなたの目は社会へと向けられ、そして、やがて頭角を現すことになります。この誕生日生まれの多くの人々は、権威ある地位に就くことが多いようです。あなたも例外に漏れず、誇り高く威厳に満ちています。度胸があって、単刀直入なあなたは、単純であることを好みます。また、情熱的で繊細なあなたは、信じるもの、あるいは、信じる人のためになら、身を粉にして働き、喜んで犠牲になります。しかし、本当に犠牲を払う価値があるのかどうか、しっかりと見極めることを忘れてはなりません。22歳になって、太陽が獅子座に入ると、演劇の才能を開花させる機会に恵まれるようになります。仕事やその他、社会のあらゆる面で、落ち着きを得られるようになり、自信も増してきます。太陽が乙女座に入る50代前半頃から、実生活に目を向けるようになり、物事をはっきりと捉えるようになり、秩序だった生活を送るようになります。6月30日の誕生花は、ヘリオトロープ。花言葉は、献身的な愛。ラムサからの今日のメッセージ。あなたの内なる神が、あなたの思考の中で目覚めれば、それはあなたを解放する。喜びとは、肉体的なことではない。肉体の奴隷にならずに、主、ロードとなった時こそが喜びなのだ。それでは、あなたにとって、大切な今日のこの一日、健やかに過ごせますように。